まあ、たくさんこう見どころあるという春の関関戦になりましたけれども、まず先行を取りましたのは関学、フィードゴール失敗終わりまして関西大学のオフェンスということになっています。さあそしていきなりこのプレーでパス、ファーストプレーだったんですけれどもね、キャプテン横川に津田が決めるというシーン、いやこれはちょっと昨年安定感少しなかったんですけれども、このゲームは素晴らしかったですね。ですね。そしてフィードゴール先制に成功という関西大学です。一方の関学も徐々に星野のクォーターバッキングでペースをつかみます。安定して、まあ、パスプロテクションが持ってくると、浜田さんご覧のようにこうしっかりパス通るというようなクォーターバックレシーバー陣ですよね、うん、あそうですね、まあ、序盤はこの星野が、はい、まあ、やっぱ持ち前 の、 その、判断力であったり、あるいはそのパスの、まあ、短いパス特ですね、まあ、精度であったりそのあたりを生かすような、まあ、シリーズがありましたからね、まあ、ただやっぱり前半ちょっとこうあのラッシュに苦しんでもたついたというところがありましたけども、第2クォーターでそれをアジャストしてきた、まあ、このあたりは、まあ、あのいいところだったかなとは思いますね。そうですね。そしてオフェンスが少し出てくると関学の守備陣も勢いが出てきます。インターセプトでチャンスメイクして、まあ、ここからですね、第2クォーターの3分を切ったあたりだったんですが、96ヤードの大きなドライブ、ラン中心でも取っていきましたけれども、このサバイがね今日は、はい、まあ、これ今のは、ね、はい、前半のタッチダウンのシーンですけどもね。さあそして前半終了間際も一つポイントになったシーンがありました。大きなパス成功でチャンスをつかみましたが、結局はまあインターセプトで半大無得点。これはもう後半に入ったところですね。そして、まあ、ここで、まあ、あの関西大学のディフェンスで言えばですよ、はい、まあ、あのその星野に対して、あるいはあの後半出てきた鎌田に対して、やはりあの同じようにそのプレッシャーをかけ続けたんですね、でやっぱりあのうまくできなかった時もありましたけども、でもやはりクォーターバックの判断を惑わせるような、そういう風なプレーもありました。まあ、特にあの後半鎌田に対して最後のプレーなんかもそうですけども、やっぱりインターセプトを誘いましたからね、まあ、そのあたりはやっぱ関西大学院のオフェンスに対して、関西大学のディフェンスが、まあ、非常にこ う、 あのうまく、まあ、守ったというか、あえて言いますけども攻めた攻めた守りをした、そういう印象を持ちますね、まあ、それがまあこの試合の流れを呼び込んだというふうなことも言えるんじゃないでしょうかね、はい、第3クォーターはちょっと関大のオフェンスがつながらず、流れを関学引き寄せまして、まあ、ここでね14対3と大きなリードを取ったんですけども、はい、まあ、この辺りで本当にあの、まあ、言えばセーフティーリードに近いような、ね、イメージを持ったのかもしれません、はい、ただここでスローバックで第4クォーター入ってすぐですけれども、はい、関大がゴール前、そして、まあ、これまでこのゲームなかったんですけれども、タッチダウンを関大が奪いまして、はい、ここからですね、まあ、この手前ですね、第3クォーターの終わりにそのターゲティングプレーがあったんですよ ね、 そ、 ですね、でその陣地入れ替わって、まあ、逆サイド攻めていくときにですね、まあ、どんどんプレーが決まりだしました、はい、あの、まあ、相手言うとそのリペースした選手の対応がやっぱりできてないところをうまく、攻め切ったということも言えると思うんですね、はい、まあ、そして2点コンバージョンもしっかり決めた後、ディフェンスが踏みとどまって再度攻撃権をね、はい、判断得まして、このパスも非常にいい形、大きかったですね、決まりました。だからまんべんなく、先ほどあの西野さんもおっしゃってましたけども、あの関西大学のレシーバー陣ですよね、今日活躍した、はい、全部で4人ですかね、横山、そうですね、上川、はい、そして岡本、北川、そうですね、この4人が本当にコンスタントにしっかりとあの須田君のパスをですね、しっかりとキャッチしていった、多分成功率的には非常に高かったと思うんですよね、イージーなミスもあまり記憶にないので、そうですね、はい、さあそして、まあ、その感覚がなかなか反撃に出られないところで、先ほどフィードゴールね46ヤード、うん、この成功3点をもぎ呼び込みました。これが大きかった。その後の、まあ、最後はディフェンスフィニッシュですけれども、インターセプトで感覚、はい、反撃の芽を摘みました。はい、